今のこの世の中で起きていることというものが、まあ、まあ甚大な被害があるものでもあるんでうんこうとても肯定はできないんですけどただ人が進化する深くっていうのと進むっていう両方の意味あると思うんですけどなんか僕らの様式がアップデートされる 時時ってこういうういいいなななんじゃないかなというだから今はそういううんまあいつまでがそのウィズコロナの時期なのかっていうものも見通しもついてないですけど今多分いろんなものがアップデートするべきタイミングだと思うんですよね。なんかいろんな、まあ、人と会いにくくなったりいろんな当たり前が当たり前じゃなくなったっていうそのうん 僕らは、えー、ネガティブなポイントの方が目立つんですけどでもこの状況だからできることもたくさん生まれているのでもう全てにおいて、えー、新しい様式に僕らは向かっていけるチャンスでもあるなというふうには捉えるようにしてます。自分の本質というか 自分と向き合う時間が増えたので必然的にあのこういったパブリックな場所で場所にいる自分って皆さんもそうだと思うんですけどそれも本当の自分だしえ帰り道だったり自宅で1人の時のまあご家族と,えとプライベートな空間での自分というのも自分だと思うんですね。僕なんかはあの1人でで生活してるんでその自分と向き合う 時間がやっぱ長くてでどうしても、まあ、万物は光と影があったらどうしても光ばかり見てしまうものなんですけどその影の部分ネガティブな意味じゃなくてその影の部分と向き合う時間が、えー、長かったというか増えてきていてでその影の部分にこそうーんある美しさというか。 うん、そ,そこにも一つの何かがあるっていうことに僕は気づきましたそしてまあ多くの人が何、えー、て言うんだろう自分の本当に本質的に必要なものだったり例えばですけどこれは震災の時もだったんですけど何かが起きた時に自分が連絡をした順番って残酷なぐらい優先順位だと思うんですよ。 もちろんこう連絡を取らなくてもこう思い合ってるとかっていうこうシンパシーはあるとは思うんですけどやっぱりこの着信履歴とかメールを送った順番とかっていうのがあの大切な人の順番でそれはやっぱりものすごく大勢に向けて僕はそういった発信できてなかったしだけど逆に言うと自分に本当に必要なものや必要な 人たちった期間だなと思いましたね。人に会えないっていうのが最大のこの疫病の特徴だと思うんですよね人と引き剥がすというかでそれに対して僕らはオンラインっていうこれは人間の英知の結晶だと思うんですけど会わずともコミュニケーションを取れるっていう手段をどう生かすかっていうことだと 僕はシフトしました。なんかもちろんできないことを考えるとアナログの人間ではあるんで昭和生まれのアナログ感覚の人間ではあるんですけど、うん、そういう意味ではその合わずとも、えー、コミュニケーションが取れるツールがあるっていうことを受け入れるそれをどう生かすかっていうことが 本当の意味でこの未曾有の事態に対して僕らが対峙するという意味になるんじゃないかなというふうには思ったのでオンラインを通じてできることっていうものをとにかく探しましたねその実験的ではあるんですけどまあ映画をそのオンラインリモートを使って作ってみたり実際に会えないからこそ連絡を取ったり そのオンライン上で集まってみたり、うん、やっぱりオンラインだと皆さんも多分経験されてると思うんですけど複数いても一つの議題で、えー、コミュニケーションが取れたり普段オンラインじゃなかったらあこの集団の中でこの人とはこんなにこう面と向かって対話しなかったなっていう人とも対話したりオンラインが与えてくれたものって いいうもののが思いのほかありましたねだからもちろんこうオフライン派ではあるんですけどオンラインという一つの手段を僕らは意識して新しいアッ、まあ、プデートですよね新しい様式に向かうべきなのかなというのは、まあ、エンタメ業界だから余計思ったのかもしれないですけどね。 僕の職業的には、うんまあ、撮影のスタイルの中で衛星部という部署が新しくできたり、うん、で今まあスマートフォンというか、まあ、機材の進化というのもあるので劇場に耐えうる画質であのスマートフォンで撮影することができるんですね設定を変えるだけで 4K の状態、まあ、もちろんデバイスにもよるんですけど。 そういっった事実だったりそうですねうんまあ自分は映像をリモートオンラインを使って作ることが多かったですね、まあ、あとは SNS はとても苦手だったんですけどインスタグラムを始めましたねその間に。で、まあ泉さんはインスタグラムの大先輩 なんですけどまあインスタを始めた理由としては、えー、まあミニシアターというか劇場さんライブハウスもそうですけどが、えー、非常に大変な状況にあるともちろん全ての職種の方たちが危機的状況にあると思うんですけどそんな中その。 インスタを通じたりオンラインを通じて、えーまあ、ミニシアターが今、まあ、どの劇場もですけど客席がソーシャルディスタンスで一席空いてもう最大、えー、満席でも半分の見入りであるっていうような状況でそのオンラインのイベントでその空席を補えないかという。 役者主導ででできないいかととうことでインスタライブというかまあそれは YouTube ライブとかね LINE ライブとかいろんなこう発信の仕方あると思うんですけど、まあ、インスタグラムっていうものが一番こう僕の中ではすごくポジティブなメディアだなと思って、えー、そうですね その可動域っていうのはすごく実感してますね。でこれは SNS だけじゃないんですけどなんかそのいろんな新しいことに向かう時に慎重になることは大事だとは思うんですけど慎重になりすぎることによって結局その足が動かないっていうことがうーん僕なんか多かったんですね。だけど その動くことが今はこの状況だしオンラインを通じて動くということを優先して、えー、なんか自分の,その得て増えてということ以上になんかオンラインの可能性 SNS の可能性っていうものを信用して、えーまあ、今も使用してはいますけど。このコロナ禍がなかったら 確実にやってていなかっったことっていうのが僕個人の感覚でもたくさんあるのでそれもある意味アップデート自分なりの新しい時代に向かう、まあ、一つの構えなのかなとは思ってますけど。はい、今までのシリーズをともに作って できたというなんか自負があるのですごくあうみたいなものがあってすごく15秒とか30秒とか短い時間に集約されるんですけどなんかその蓄積してきたものがやっぱりあるなという感覚的なものなんですけどなんか漫才じゃないですけどこのタイミングで突っ込むみたいなことがうんあは感じましたねとても。 なんかもう単体だったり別のこう人たちとっていう「えー、インディード」の CM の形状もあったんですけどなんか泉さんとこう撮影してると「あインディード」インディード感がすごかったです。うん、まさに「インディード」さんの倒木 八泉さんが今までいろんなこう変身をしていくというか状況に応じて変身していく、えー、働き方もその柔軟にこう自分の生かし方だったり、まあ、生活のためもそうだしその世間に対して世の中に自分っていうものを資本に何かを還元するっていうことって働くっていうところがベースだと思うので僕もそうですね 今までいろんな経験をさせていただいた中、えー、39になるな多分これ放送される頃にはなってるんですけどなんか10代20代っていうのは30代っていうのはどうしてもこう自分ファーストになってしまいがちというか自分至上主義というか。 そういう脳がどうしても働いてきたところはあると思うんですけどその自分の経験をどう時として人様に役立てられるかっていうフェーズに僕は来ているなとそのまあ個人的な年齢の積み重ねのタイミングと世の中で起きていることが必ずしもこう今だからっていうことだけじゃないんですけどでも何かできか なかないかっていうその「フォーミーじゃないアイラブミーの「iLoveMe」の時期はもうそ,そこで捻出されるエネルギーっていうのはもう限界が見えたので誰かのためにっていうエネルギーの方が格段にこう広がりがあるっていうことに気づきまして例えばプレゼントとかも自分のために。 自分のために何かを買うっていうプレゼントするっていうこと以上に誰かのためにあの人が喜ぶかなとかそういう想像しながら、えー、プレゼントを選ぶっていう時間って何ていうんですかねこう言語化できない感情というかその他者を思うっていうことで。 湧き出るエネルギーを使うターンだなと個人的には思っていてそれが僕はインディードさんと今までやらせてもらっていた変化していくというかその季節だったりその職業にどん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 変換していったり時としてあるキャラクターとコラボレーションしたり状況と自分を掛け合わせて誰かのためにっていうものが自分の生きる礎になっていくっていうことがうん。 すごく大げさじゃなくインディードさんと歩んできた少なからず歴史があるっていうことがとても嬉しくて先日あのビッグコミックスでその中に僕が出てきたんですよ多分今発売してるやつででそこにどこどこの商店街に斎藤匠が歩いてるよっていう「え誰?」ってあるおばちゃんが。 あインディードの人っててそこには書いてあるんですよだからすごくありがたいことにその僕っていう存在がもう共存させてもらってるっていうところがなんかねそういう捉え方をしていただいているっていうその吹き出しに「あインディードの人」っていう。 それまでは「昼顔の人」とかだったんですけどなんかねあ自分はあそういう、うん、認識を少なからずしていただいてるんだなっていうことがとてもうん感慨深かったですね。だから突発的じゃないっていう、うん、関係値を頂い,いてるので。 まあ今回のこの CM の形もそうですし本当にインリードという企業さんの柔軟さっていうものに僕もたくさんの学びを頂い,いてるんで僕の活動自体も、えー、見ていただけると分かると思うんですけどかなりこううん定めてないというかフレキシブルにフットワークは軽く。 そういう今の僕があるのもそういったいろんな経験をさせていただいたコマーシャルの上でということがあるのでこれからさらに、まあ、新しい時代っていうものに、えー、まさに向かうべく、うん、フィロソフィーみたいなものは今までの CM の中にもあると思うんですけどこれからさらにそういったものを、まあ、見てる人にも、うん、そういった言葉を超えたきっかけみたいなものを提供できるうー、まあ、作品をお届けできたらと思います泉さんとともに。